チャオ、あっちゃんです。今日6月の14日。木曜日、あっちゃんのお昼ご飯やねんけどね。何食べよう。さあ、なんか食べよう。なんか探すちが、なんかちょっとね、ごそごそっとして、なんか適当に作ります。はい、あっちゃんのお昼ご飯ね。今日はね、昨日お漬物しようかなって買ってきた鴨ナス。カモナス使いましょう。カモナスちょっと焼こう、うん、なんか可愛いでしょ、丸っこくて。これを使いましょう。カモナスをね、どう切ろうかな。カモナスをお漬物したいねんけど、お漬物すんのに、この辺で切ろう。お漬物すんねんけど、こんだけ食べよう。これね、ラップしときます。また他に使うしね。よいしょ。ラップしておきます。ちょっと足らんかったかな。ラップが結構大きいな。カスカスになったらあかんからね。こうやってラップして袋入れとこう。これ焼きます。下手。下手そうなせよって。よいしょ。下手置いといて。これ焼きましょう。はい、フライパンにオリーブオイル。オリーブオイルを熱したら、焼いておきましょう。染み込むしは絶対美味しいから、
はい、味付けはね、醤油を、これまたね、焦がします。焦げてきたら、煮汁にしましょう。はい、でここにチーズを乗せたら裏返しましょう。はい、完成。はい、鴨ナスの醤油チーズ醤油焼き完成です。はい、できました。鴨ナスのステーキ鴨ナスのチーズステーキ、はい、と梅しその納豆と、ご飯で食べましょう。はい、いうことで今日のあーちゃんのお昼ご飯、鴨ナスのステーキと梅しそ納豆、これね、トータルで、ね、多分ね、納豆が100円ぐらいでしょ。で、3分の1やから30円ぐらいで、鴨ナスが200円、198円かなんかやったから、それの10分の1ぐらい、19円ぐらい、まあ、50円ぐらい50円ぐらいのお昼ご飯です。はい、梅しそ納豆、なんか朝ごはん、普通の朝ごはんのような昼は。フェチさんのために黙ってね、納豆を混ぜてみましたで、そこにしそ、梅しそ、茶はしそ、しそのり、しそのりのタレ入れて、あと50回混ぜます。いきます。いつもより余計に混ぜております、はい、ではいただきます。残りのご飯をチンした、チンご飯でもミルキークイーンは美味しい。ではカモナスちゃん、カモナスのもうほんま調味料はね、醤油だけ、醤油とチーズだけのカモナスちゃん、いただきます。おいしい。ナスの提供しいね子供がさ、ナス嫌いやからなかなか料理にナス出てきゃいんだけど、あっちゃんも子供の頃はナス嫌いやったけど、
ゃあね、ちょっと納豆だけ食べてみましょう。うん、美味しい。セント流せた。うん、納豆美味しいな。美味しそうですね。皮に切れ目入れてたかったな。皮のとこ切れへん。水ナス、先週の水ナスが欲しかったの。水ナスのお漬物したかったんけど、売ってなかったのね。今がシーズンじゃないのかな。なんか、奈良であんまり見かけないけどね。水ナスってね、生のまんま、こうちぎって、こうバッて裂いて、食べたら、すごいみずみずしいし、甘くて美味しいんですね。テレビでやっとって。和歌山とかね、向こう方見た時にね、岸和田のサービスエリアで売ってんねん。量を買うねんけどね。めったに行かへんやんか、向こう方面。うん、美味しいね。結構でも、エバーグリーンは先週の泉佐野湖から、の市場からね、いろいろ新鮮なお魚届くんから、一緒に水ナス持って帰ってきてくれたのに。結構ね、のり、しそのりの納豆、さっぱりして美味しいよ。うん。なんか、タンパク質ないけど、チーズあったらいいか。美味しいね。ナスビってほんま美味しいわ。好きやわ。なんかすごい粗食やけど美味しい、たまにはこうやってね、いい休めのもいいのかからね、何って今日は胃に負担かかってるわけじゃないけどね、昨日ハンバーグとマクドとダブルハンバーグやんけ考えたら、前日は辛いの食べて、夜もね、とんかつ食べたから結構言われてるねなんか自分が無意識に作ったこういうのに癒やすめるものを選んだんかもわからんね、何も意識しないと作ってんけどね美味しいな。
美味しいね。納豆、本当に納豆もいいけど、結構あっちゃん納豆醤油で味濃く味付けるタイプやってんけど、梅じそほんま美味しいな。梅じそ茶はしそのり、なかなか納豆はお箸でつかみにくいもんだ。ぬるぬる逃げていってくれね。ほら。耳かい。耳がかいのはなんかいいことを聞くってよく言うね。うまかいな。なんか癒されるな納豆丼ご飯って。久しぶりやな。なんかこれに卵焼きあったら朝ごはんみたいな。旅館のね。昨日ね、マクドナルド、あれめっちゃ美味しかってさ、あの照り焼きの方も食べたくなってんけど、1回で2個食べられへんやんか。だから、もう1回食べてみたいなもんけど、違うもんに裏マックでトッピングでなんか食べてみた気もするし、悩みどころなんよ。やっぱりね、こう限定ってなると行きたくなるよね。誰か来た。コープか。うちじゃないけどね。木曜日はコープが来る。はい、完食しました。あー美味しかった。でもね、カモナスや。最後のカモナスいきます。おいしい。ナスっておいしいよね。ナスも味噌田楽みたいなのもおいしいしね。
生姜乗せて醤油かけて食べても美味しいしね、うん、なんかナスは無限大やね、うん、いろんなのに合うし、他のものの味をねうまくこう融合させるしね、うん、ナスは好きやねんけど、好きやねんけど皮あんまり買わへんというね。だって買ってもあっちゃんしか食べへんやんか。なら、ナス1本3本で100円とかで売ってたら1本30円であんまり売ってくれへんやん、うん、30円40円でもいいけどなかなか売ってくれへんから何ね、毎日ナス食べやん、なんかナス余らしちゃって、うん、しなびさして捨てちゃうかどっちかやねんね。だからあんまりナス買わへんねん、うん、カモナスとかやったらちょっと高いけど1個ポロンって買えるから、あれやったらなんかね2回か3回の料理でなくなるし、結構量、まあね1回にナス2本とか3本食べてもいいんだけどもね、うん、ナスとね、ナスをなんか煮、なんかちょっと煮て、ね、煮物みたいにして、そこにあのなんていうのミンチにあのとろみつけたやつボンって乗せても美味しいやんか。あれが結構好きやってね、どっか居酒屋で食べた、ナスの煮物みたいなところにミンチの、とろみついたやつ乗って、その上にねあれ乗ってたんよ、大根おろし、うん、あれが美味しかったの、うん、どこで食べたかな、こっちじゃない、ね、どっかイベント行った時に食べたん、静岡の駅前の居酒屋やったかな多分、うん、美味しかった。だからそういうのね好きで、うん、やっぱりなんかこう癒されるナスって、うん、まあまあまあそんな話はどうでもいいんだけどね、今日ちょっとねなんかねちょっと今日なんかこうしんどいことはないんだけど、倦怠感ね、すごいその疲れたとかうーってのはないねんけども、なんかこう気だるい感じで、うーん、ちょっとまあ朝からちょっとね動画の編集しとって、あと2本戻したら昨日のもう終わんねん、うん、で今日の動画まだ撮れてないからね、ちょっとなんか撮って、うん、まあ、今日はほんまに弁当と朝ごはんとこれしか撮れてない、うん、で今度はちょっとねジュース1本飲んで、でシエスタするか、シエスタしてからジュースと飲むか、まあ、多分元気になると思うね。一発シエスタしたらね10分15分やねんけど、ほんまに15分タイマーかけて10分ほど最初うとうとしながらね、でも10分ほど寝んねんけど、ならバッチリなんね、うん、だからそんなこんなでちょっとシエスタしてなんかやっていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯、50円のお昼ご飯、梅のりな、しそのり納豆と鴨ナスの醤油チーズ焼き、美味しかったです、めっちゃ美味しかったです。ナスビ、うん、ナスビはめっちゃ美味しかったです。3回言うぐらい美味しかった、うん、っていうぐらいね、ちょっと癒される和なご飯やったけど、朝ごはんっぽいけどね、昼に食べるのはちょっと物足らんかもわからへんけど、今日はなんかあっちゃんそんな気分でいいんで、これでいいです。はい、ごちそうさま。こっちお肉あったら言うことなかったけどね、お肉もわざわざ使うのもあれだからやめて。ということで今日はね終わりにしたいと思います。ではまたね、よかったよと思ってくれたら高評価をで、応援コメントとかね、ナス、カモナス、こんなにしたら美味しいよってまた教えてください。で、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、今度水ナス買ってください。